どういうことでしょうか。ハンドルをこっちにやったら右に行くとか、そういう操作が分からなくて、なんか自分はまっすぐ行きたいのに変なとこに行っちゃって壁にぶつかったりするから、イライラしすぎて自転車蹴ったり、なんか本当に買ったばかなのに親に本当に申し訳ないんですけど、それはね、自転車に腹立ってんの。自転車にもうイライラしてるみたいな。ちゃんと曲がれやなるほどね、思い通りいかない、こいつが悪いよ、あなたちゃんとやってると自転車が悪い。マリモスさん、どういうことでしょうか。やっぱり日本語が分かんなかったんですけど、その同い年の子の相手に何かちょっと悪いこと言われてるなみたいなのは何か分かったんですよ。悪口言われてるなみたいな、すごい対面で言われて、でも何て返したらいいのか分かんなかったので、とりあえず噛みました。でそれもそしたら歯型が残ってしまったので、もう親呼び出しみたいな感じで。ちなみに正解は同じ子を2回ブランコで殺しかけるでした。故意的にじゃないんですけど。故意じゃないのね。はい、乗っててブランコに、したらちょっと年少さんぐらいの小さい子が前に来ちゃって、そのままそれ故意以外無理でしょ。本人曰くあくまで不慮の事故だそうです。山口がポッピングでね、鼻を打って大量出血しました。その頃これすごいね、みんなブチ切れてるのかな。なんか事件がいろいろあった年なの。